ピちゃん。ラピちゃん。女の子。女の子です。珍しい色というか柄というか。そうなんです。目がオッドアイで。オッドアイっていうのは、目の色が両方違うんですよ。何色と何色ですか？黄色とブルーです。今何歳ぐらいですか？推定なんですけど、はい、2歳くらいかなって感じなんです。ずっと外で暮らしてた子なんで、で元々は捨てられた子で外で暮らしてたんで、ちょっと何歳かはわからないんですけど、はい、で最近、まあ、保護して堕胎手術して、赤ちゃんがいた。そうなんです。それでここに、すごく人慣れしとんで、はい、もうリリースせずに TNR の予定を変更して、はい、かわいそうだなという。そう、そうです。もうでも、はい、エイズなんで、まあ、一頭飼いの人か、はい、エイズの先住猫ちゃんがおるところが希望なんですけど、うん、いや、猫エイズだったら死んじゃうんじゃないのとかね、心配される方いらっしゃると思いますが、どうですか？あ、もう全然大丈夫です。寿命は全うできると思うんです、エイズでも。ただちょっとエイズっていう、そうなんです。そこをちょっと変えていきたいなとは思うんですけど、昔よりかはだいぶこう敷居は低くはなったんですけどね。どういう変え方をすれば長生きしてくれますかね？ストレスがない生活が一番だと思います。あんまり多頭すぎずで、ある程度その運動できるスペースがあって、あと清潔に、まあ、普通に飼っていただけるともう大丈夫だと思うんです。で、完全室内飼いお願いしてます。6人兄弟なんですよ。で、仏の座だけいないんですけど、仏はちょっとさすがにね、最初5人だったんで、はい、箱部、鈴代、なずな、鈴菜とセリちゃんがいるんですけど、はあはあはあ、1ヶ月後に同じお母さんの横にいる茶白の子が、はあ、保護できたので、はあ、それが五行ちゃんになりました。あ、そうなんですね。はい、鈴代ちゃんたちはどこで出会ったんですか？TNR 現場で、はい、相談されてたお家の他の猫を手術しに、捕獲しに行ったら、通路にひょっこり猫たちがいたと。もう結構育ってた感じの、3ヶ月ぐらいかな。じゃあもうちょっと安心な、これですね。1月の19だったかな、うん、でもすごい寒波がやってくる時だったので。猫いるんですね。そう、お母さんすごい上手に育てるってたので6匹も。うわ、そうなんだ。ナスナちゃんです。ナちゃん、なーちゃん、じゃあシャア行ってみるか。シャアが可愛いんですよ。逆にシャアが可愛いんだ。可愛い。可愛いな、そのシャアは可愛いね。なんかボタンがあるんですか？いや、なんか触らないで、ね、シャアボタン。今緊張してるんだから触らないで。シャア。よく撮れました。ありがとうございます。はい。健康そうに育ってますね。健康、元気です。よく食べるし、よく遊ぶし、夜はちゃんと寝てくれます。はい、夜寝ます。ちゃんと人に合わせて、だいぶ一緒に過ごしてると猫も人に合わせてくれるようになったので、いいですね。本当はもっとハンサムなんですけどね、はい、目の右目のところの上を自分でなんか打ったのか、描いたのかで、本当はもっとね、本当だ、可愛らしい子なんです。お鼻の黒いのがまだたまらないですね。そうなんです。で、初めはもう本当にシャーシャーで、はい、みんなこの子たち2ヶ月半でもうお話聞いてると思うんですけど、はい、2ヶ月の壁っていうのがあるらしいんですよね。何ですか？
それは2ヶ月以前のちいちゃんの時だと、はい、あの人慣れが早いんですけど、あバカの壁ならぬ2ヶ月の壁があって、はい、でやはり 2ヶ月を過ぎると、はい、お母さんのその教育も行き届いて、はい、人間なんてね可愛い優しい子にしたって何するか分かんないから信じちゃダメよという教育がバッチリバッチリなんだ。なるほど。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。を持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。ウニちゃん最初ガリガリだったということですが、どういうどこで見つけたんですか？あ、うちのですね、勝手口の外にゴミ箱があるんですけど、ゴミ箱漁ってたんですよ。お腹空いてて、お腹空いて、これでうちにも猫がおるもので、どうにもかわいそうになってしまって、また愛想のいい子なんですよね。こらってこっちが言ってるのに、こらって言うんですか？ゴロが、まあ、まあ、あさられたので、ね、ゴロ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 寄ってきて、それで保護してしまった感じですね。グレーでなかなか綺麗な子ですね。そうなんですよ。撮ってみればいいものあげてるんでしょう。いや、うちの子と同じカリカリなんですけどね。そうなんですね。かわいい。重量級ですね。なんか今日獣医さん行ったら、6.5キロ。ちょっとすごいですね。重量級でした。元は 4.5 キロでしたから、はい、ここ2月ほどで2キロ増えたんですね。激増ですね、体重が。ちょっとお飯やりすぎたかなと思って反省はしてるんですけど、でも、はい、やっぱり外でお腹空いてたみたいで、めちゃくちゃ食べたんですよ、保護した当初。これだけふくよかだったらちょっと安心ですね。そうですね。性格はどうですか、ウニちゃん？この子なんか見た感じ、スネコっぽい体格だと思うんですけど、ものすごい甘えん坊でですね。膝に乗りたがるし、ずっとゴロゴロ言うし、この尻尾がですね、どれどれ、尻尾が鍵尻尾なんですよ。鍵尻尾で、そうくつろがれると尻尾の特徴を見せれないんだけど、ウニさん、あのですね、普通に座ってご飯とか食べてる時だと、ウサギの尻尾ぐらい短く見えるんですね。すごく可愛いんですよ。そうなんですか。うちゃん、おああそうそうそう、面白い、ウサギみたいですね。そうなんですよ。めちゃくちゃ可愛いですね、この子。あのシンプルなグレーかと思ったら、ちょっと生地が入ってますか？はい、お腹側はシマシマですね。と前足とか後ろ足にはちょっと茶色の色味が入ってて、普通のグレーではないかなって感じがします。そうなんですね。大きな顔がチャームポイントですね。そうですね。いかにもこうボス猫っぽいエラの張った大きな顔に、耳は実は小さくてですね。本当だ。個人的には後頭部がちょっとカワウソ感があると思ってるんですけど、またそれも可愛いところですね。鼻毛もモフモフで、すごく触り心地もいいんですよ。
ちょっと試してみたらブラッシングも嫌がらなかったので、ブラシかけたりもしてますね。もう早い者勝ちですね、ウニちゃん。こんな猫ラバーさんにもらわれてはないですね。保護されてよかったですね。飼い主さん募集中、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もらってください。とっても人懐っこくて可愛い子です。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。猫ワンを応援しています。猫ワン、ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。